今日のテーマはですね、そういうわけで Google に就職ということです。えー、っとね、Amazon プライムで 199円でですね、あの、レンタルできる映画ですね。えー、インターンシップというのをみな、みんな見たことあるかな ?2013 年のハリウッド映画です。で、えー、このインターンシップというのはですね、何がすごいかっていうとですね、Google 本社でロケしてるんですね。で、ラストシーンには本物の Google の社長まで出演してですね、出演者と絡むっていうですね、どういうことかっていうと、これ映画用にある程度のデフォルメもしてるんですけどもですね、 かなり事実に忠実。で、この中で、あの、出される Google に入社する時の、あの、なんだろう、問題とかですね。あと、どんなことが起きるのかっていうのもかなり、このね、あの、忠実にやってるんですよ。で、お話自体はもう、あま,あまのサマームービー、サマーキャンプムービーってやつですね。あの、よく、グーニーズとかと同じなんですよ、言っちゃえば。<laughs> 中学生とか高校生が、 一夏のキャンプに行ってきたらなんか成長して帰ってきちゃったよ。人生も学校も恋も全部ハッピーだっていうようなですね、何にも落ち込むことない映画ですからす、ね、<laughs> 皆さんこのニコ生の僕の放送の後、何かまだ気持ちがスッキリしなかったらインターンシップをアマゾンでですね、200円ぐらいで見れますから見たらですね、今晩笑って寝れるぐらいのですね、何にもない映画ですよ。言っておきます。ただ、Google に入社するというのの基礎知識だけは山のようにつき いますけどもで、すね <laughs>。で、例えばですね、この中で、あの、得られる知識ってのは、まあ、あの、お話はですね、あのこの2人はですね、あの腕時計のセールスマンなんですよ。 で、かなり、あの、敏腕セールスマンなんですけど、腕時計なんて、もう誰もしないと。で、会社がですね、閉鎖しちゃうんですね。で、俺たちを首にしないでくれ。俺たちはまだまだ、あの、なんだろう。あの、腕時計を売ってみせるって言うと、社長が、ですね、もうダメだよってう。腕時計なんて年寄りしか使わないよってった。いや、なんか、あの、若いやつはそうかもわかんないけどっていうふうに言うんですけども、社長がもう呆れたような感じで。 たった一人残ってる社員で、経理のばあさんがいるんですよ。よぼよぼのばあさんがいるんですよ。で、そのよぼよぼのばあさんに、諦めたように、ばあさん、今何時だって言ったばあさんがスマホを出して、3時40分よって言うんですよ。<laughs> で、見ろ腕時計なんか誰も使わないっていうのがもう掴みの方のシーンで、まあ、あの、それで結局首になっちゃうんですね。で、このビリーとニックです。このでかい方がビリーで、こちっちゃい方の金髪がニックです。失業してですね。失業した結果もう俺たちどうしようって思ってて、グーグルで仕事探してたら、 あれひょっとしてと。Google 仕事面接とかっていうふうに打ち込んだらですね、ガーッと出てきて、Google って面接をやしてくれるんだと。でも、大学生がなきゃいけないと。あとは、その理工系いわゆる理科系のですね、あの専門でなければいけないっていうふうなことでですね、なんかこのビリーってやつがですね、通信販売に入れる大学を見つけてですね、そこに2人申し込んで、即 Google の面接を受けるっていう話なんですね。で、 それでですね、まあ、あの、具体的なシーンで言うと、これあの、ビリーとニックがですね、変な帽子ぶってて、こ全員ぶってるんですけど、これ何かっていうとですね、あの、グーグルで入社試験を受けるインターンたちは、ニューグラーと呼ばれてですね、新しくグーグルに入ったニューグラーと呼ばれて、全員こんな帽子を被らされるそうです。それは何かっていうと、インターンで、その、若い子供みたいな奴らが社内にパーッと入ってる時に、 わかるようになんですね。で、僕もですね、あの、8月にサンフランシスコ行った時に、Google の本社も見学してきたんですけども、ほん、わかるんですよ。あのね、まるで本当に遊戯アニメの近くのコンビニみたいなんですよ。とにかくみんな若いし、アメリカなんだけども、なんだろうな、ちょっとみんな幼い顔してるんですね。幼い顔してるからです、本当に学生の見上げがつかないんですよ。だから、こんな帽子でも被らない限り、 まあまあ本当にわかんないんですよだから気持ちわかるわと。ニューグラーをこんなに帽子被らされると。で、えー、ビルとニックはですね、Google の入社試験を受けれるようになるんですけどもですね、そこでパソコン面接を受けました。で、パソコン面接で二人はですね、変な質問を受けるんですね。これが有名な、Google の有名なですね、ミキサー問題です。あなたの体が5セン0とダぐらいの大きさに縮んで、ミキサーの中に放り込まれました。 体は縮みましたが、密度は変わりません。60秒後にミキサーの歯が動き始めます。どうしますかやつですね、えー。パソコン面接というのはですね、あの、ビルとニックは経験したことがないやつで、いわゆる2013年の映画だからスマホも普及してるんですけど、パソコンのあのカメラありますね。あれでお互い顔が見えるようにする、えー、いわゆるスカイプのですね、あの映像場の会話のようなことをやるわけですね。で、えー、5000玉ぐらいの大きさに縮んでミキサーの中に掘り込まれた。もちろん、 これ何をやるのかっていうと、あの、o g l e のこういう質問、さっきのやつも全部そうなんですけれども、喋りっぱなしでなければいけないんですね。考えて、あの、こうっていう回答ではなくて、その思考プロセスっていうのを全て測られると。例えば、やっぱ考えちゃうのがですね、じっとしてればなんとかなるだろうと。だって5000とぐらいのサイズということは、厚いもそれだりだし、で、下から、なんだろう、ミキサーの刃はちょっと浮いたところにあるから、それがぐるぐる回っても平気だろうっていうふうに、 考えちゃうんですけども、そういう回答ではない。そういうふうにすると、あでもそれだったらだんだん君の体を引き寄せられるとか、中心部であのミキサーの歯が回ってるみたいなことを言われて、どん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 、一番最初に自分が考えた、割とあの、安直な、トンチ的な回答はダメっていうふうに追い込まれていくんですね。で、どういうふうにするのか。で、ビルトニックはですね、これに対してミキサー問題に対して出した回答が、 えー、そのまま寝てればよい、なんですよね。ビルはですね、そのまま寝てればいいよって言うんですけども、あの、そうするとですね、あの、Google の面接官はですね、今さっき僕が言ったように、それではダメだと、ミキサーは、 永遠に止まらないよ。どうするのっていうふうに聞いてくるんですよね。そうするとビルはカッとなって、おいおい、それはないよ。俺たちはセールスマンだぜ。とミキサーだって売ったことがあるよっていうふうに怒り出すと。で、ニックもフォローするように、ミキサーで現在売ってるもので世界一のミキサーはドイツのブラウン社製です。ドイツのブラウン社製でも11時間連続で回せば絶対にモーターが焼けて止まりますって <laughs> いう,うに言うんですね。ビルはそんなことも知らないのかっていうふうに画面に向かって <laughs> 怒り出すんですよ。o g l e の面接官びっくりされてしまって、そういうなんだろうな。 現実的なやり返しで始めたんですね。つまり、仮想問題、架空問題に慣れていて、ミキサーって世界中に今ある、どんなミキサーでも11時間分回したら壊れるよと。俺たち売ったことがあるけど、お前ら売ったことがあるのかっていうふうにビルは問いかけてしまったんですね。なので、グーグル面接官びっくりしちゃって、まあ、面接そこまでだったんですけども、その後ですね、あの、面接官たち以外で、次は採用者ばっかりの会議になるんですね。まあ、ちょっと今、進みすぎました。で、これは、 もちろんこれは Google が望む答えではないんです。なんでかっていうと、論理的な思考力を試す問題なんですね。なので、あの、試験を受ける人間がずっと喋らなきゃいけない理由っていうのはですね、あの、えっ、ー、と、どういう経路で考えているのかを明らかにするためなんですね、えー。黙って答えだけ言うのはダメなんですよ。で、えー、この場合ですね、こうポイントは、もちろんこのですね、体は散りましたが密度は変わりませんっていう。 なんでこれを言わなきゃいけないのかのこの部分なんですね。で、密度が全然変わらない場合どうなるかというと、まあ5セントコインっていうのは僕らも日本人だからよくわからないんですけど、直径が2センチとかですね、1. 何センチだとすると、大雑把に言えば体が100分の1に縮むわけです。で、100分の1に縮むということは長さ100分の1だから、もし体の密度がそのままならですね、重さは、体重はですね、縦横高さ3次元ですから、すべて100分の1、分の1、100分の1になるわけですね。 そうすると、100×100×100 100 100で、体重は100万分の1になると。ただし、その100万分の1の体重になる体に対して、筋肉の力はどれぐらいになる筋肉というのはですね、その、例えば腕の断面とかです、ね、足の断面という、断面積に比例するんですね。ということは、体重は体積、つまり 3, 3乗、100の3乗に対してですね、筋力、筋肉の力というのはですね、 100×100 100の二次元ですね。二次乗にしかならないんですね。なので、人間が100分の1の大きさになった時に、体重は100万分の1なんですけどもですね、実は筋肉の力は1万分の1にしかならない。イコール、今のジャンプ力の100倍のジャンプ力を持っているというふうに考えれるわけですね。なのでですね、あの、ただ単にミキサーの上に飛び出せばいいっていうのが、もう Google 的な正解なんです。 つまり論理力として、もしこんなことが本当にあって体の密度が変わらないならば、体重が100万分の1になって、そして筋力が100倍になっちゃうってことだから、だったらもうただ単に、まあ50センチぐらい飛べるんだから、人間今も50センチぐらい飛べるんだから、ミキサーの上にポーンと飛び出せばいいよ。そのために、ミキサーには蓋がしてありますかというのに対して、蓋はしていないという、面接官の答えが用意してあるそうです。えー、というですね、あの、 これがですね、その、まあまあ、第一の答えで、第二の答えとしては、そのまま登るっていうのもあるそうです。そのまま登るのは何でかっていうと、手のひらの摩擦力っていうのはありますよね。これも二次元、手のひらですからですね。実は、あの、ミキサーの裏はガラスでツルツル見えても無数に突起があると。そして、手のひらはですね、この摩擦力というのも、これも面積に関係してるから、体重は100万分の1なのに対して、 摩擦力というのはですね、1万分の1にしかならない。100倍あるのでですね、そのままガラスの表面をずっと上に登っていきゃいいんだよと。だから、虫っていうのは別に手足の先が鍵状になってなくても、体重が軽い動物がなんであんなに壁に掴まれたり、天井に掴まれたり壁に登れるのかというと、別に足に秘密は何にもない。ただ単に重さと面積の問題だっていうのが、この場合の回答らしいです。 はいですね。え、で、映画の中のですね、このビルとテッドはですね、こういう面接は散々だったんですけども、実は合格を決めるのはさっき言ったように面接官ではないんですね。面接官はひたすら質問をして、で、それに対する答えをもらって、その答え、質問と答えをひたすらメモするだけなんですよ。実は面接官には採用のですね、なんだろうな、あの、権力が何一つないんですね。 で、おまけにこういう面接をあらかじめ面接感を変えて2回3回やると。最低でも4回、最大では7回ぐらいやるというふうに言われてます。で、なんでこの具体的な質問と返答を書いたレポートを書くだけなのかっていうとですね、あの、面接感による偏見とか潜入感を捨てさせるためだと言いますね。で、偏見、あ、まあ捨てさせるためというか入れないため。 あの人間だから偏見とか先入観っていうのを捨てるのは不可能なんですね。なので、その実際に会った人から感想を聞くんではなくて、全てレポートの形で提出する。で、そういうレポートと映像データ、あとはその、なだろう、その他の履歴書的なものを全部書いためちゃくちゃ分厚いファイルを山のように用意して、次は採用、 だけを担当する人間がですね、面接を一切せずに、それがですね、集まって、それを見ながら、こいつはどうだどうだというふうに、つまり次の段階の Google 本社に呼ぶかどうかを決めるんですね。Google 本社はサンフランシスコのですね、えー、マウンテンビューっていうですね、まあ山の上のめちゃくちゃいいところにあるんですよで。そこまでですね、全世界から飛行機代も出して、宿泊費も全部出して Google が呼ぶわけなんですね。だから、金めちゃくちゃかけてるのですね、まずこの、 あの、ビデオ面接の段階で、ザーッと落としていくわけです。で、ビルトテッドはですね、この面白い回答でですね、グーグルが持っているですね、<laughs> えー、ダイバーシティという、多様性というふうなことでですね、なんか、なんとなく残った。まあ、これ映画ですからですね、えー、残りました。で、まあ、見込みあるかもという理由でですね、飛行機、滞在費全部グーグル持ちでサンフランスコに呼んでもらいました。えー、これがですね、マウンテンビューにある、 グール本社です えー、めちゃくちゃかっこいいです。このおしゃれなグーグル色のですね、自転車を見てくださいも。<laughs> あの、僕行った時はですね、ちょうど YouTube で発砲事件などがあってですね、すごい警戒が厳しいんですけど、そのすごい警戒が厳しい中でもですね、死ぬほどおしゃれでですね、さっきも言ったように、どう見ても頼りない、代々木アニメの学生のような若造がですね、<laughs> 世界各国の顔の色をした若造たちがですね、 ですね。うらーっと歩いてて、歩いたり走ったりですね。まあまあ、飯食いながら歩いたり、この自転車でちょろちょろっと走ったりするですね。いわゆる何でしょうかね。なんか、この世の天国とは言いませんけども、うわ、いいよね、こういう青春はというの場所なんですね。あの、めちゃくちゃかっこいいです。で、えー、Google の本社、Google プレックスっていうんです。Google のプレックスの中にはですね、有名な話ですけども、社員食堂ですね。全部無料。何食べても無料ですね。えー、この映画の中でですね、ビルは全部無料と聞いて、 ずずエスプレッソももう一つもう一つつ <laughs> ーーっててまコーーヒやちょっと待って、そのバナナもただのバナナ1個2個2個言ってもらって、ちょっと待って、そっちのコーンフレークもただのというふうにどんどん持って、で、全部何もかもただ、ただし持って帰ってはいけないとですね、なんか不思議なルールを聞きます。そういうですね、何もかもが無料でですね、おまけに地元の有機野菜を仕入れて、で、 ヘルシーなメニューばっかり出す社員食堂ですが、11個あるそうです。十 <laughs> 一個ですね。で、水泳自由のプールとかですね、クライミングの壁は、もうそこら中にあります。ですね。で、コインランドリーもあるし、えっ、ー、と、予防注射もですね、会社の中で打ってくれます。で、外国語のレッスン、ヨガスクール、ダンスの教室、そういうのもありますし、あと車で来たらですね、ガソリン代が出ないだけでですね、車の洗車とかですね、オイルの交換も全部グーグル持ちで、ただです。 で、なんでそこまでですね、Google はですね、従業員にサービスするのかっていうと、これはもう営業トークとしてはですね、えー、最高の人材を求める、求めてるからという,うに言うんですけど、まあ、それが本当なのか、実は Google の狙いは裏にあるんですけど、その裏の話はまあまあまあ、なかなか気な臭い話ではあるんで、で、そんな Google に入るためにですね、もう一つよく出てくる Google の採用試験の問題です。なんですね。えー、これです。 スクールバス問題ですね。えー、スクールバスの中にぎっちりゴルフボールを詰めると何個入るでしょうかですね。えー、さっきのですね、あのー、なんだろう、ミキサー問題は論理的思考を試す問題なんですね。で、それに対してですね、このスクールバス問題っていうのは違います。これはもうあの、えー、単純な算数の問題ですね。 で、そんなんわかんないって思考停止したりですね、なんか、あ、こうですねっていうふうに言い始めてもう途中で言葉が詰まっちゃうと、まあ原点というかですね、ダメだということなんです。これもずっと考えながら話さなきゃいけないと。えー、いわゆるフェルミ推論。フェルミ推論っていうのはですね、えー、ひょっとしたらわかんないような答えもですね、いや、この範囲からこの範囲じゃないのかなっていうふうに言うような問題です。 例えば有名なやつでは世界中のサッカーボールが何個ありますかそんなもんわかるはずがないと言っても、世界人口70億だから、まあ、70億以上はないだろうと。 サッカーボール考えるとき。で、次にですね、サッカーボール何人に1人持ってんのって思ったら、なんか、うーん、子供の数の4分の1ぐらいじゃないじゃあ、70億人の人口の子供の数ってどんぐらいのサッカーボール持ってるようなこういうやつだから子供って言っても14歳から下かなっていうふうに考えて、どん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 この70億という数を ずっと切っていて切っていったらですね、何億から何億の間ぐらいっていうふうにわかるんですね。この何億から何億の間っていうふうに考えるのがフェルミ推論。つまり、全くわからないところからかなり条件を限定していくこう。日本中に電信柱が何本あるのかとかですね、ニューヨークにピアノの調律、ニューヨークにピアノの調律者は何人いるのかとか、そういうのでよく使われるやつなんですけども、これ実際にじゃあ、 あの、調べてみたらですね、調べれる、ニューヨークの調理師なんか調べられますよね。フェルミスイロンっていうのは、その数字の扱い方のセンスなんですけども、そんなに外れないんですね。で、1桁しか外れてなかったら、もう合格って考えるんですよ。例えば、フェルミスイロンで出した数がですね、えー、10万個だったら、うん、じゃあ、1万から100万の間だったら、だいたい正解じゃないのと。 いや、1000だったら2000とか3000だったらダメだよ。500万とか600万だったらダメだよっていうのは、これがフェルミスイロの考え方です。で、バスはですね、まあ大体高さもですね、幅も3メートルぐらいと。長さはこういう場合、あの、勝手に計算しやすいように10メートルにしようと。こういう,うに考えるとですね、えー、バスの体積自体は幅と高さが3メートル。で、長さが10メートルだから 3×3×10 で90立方メートル。 ですね。で、この90立方メートルの中にですね、これはバスの体積ですから。ゴルフボールを詰めるためには、いや、それはバスは床から下にはですね、エンジンとかギアとかが詰まってたり、座席があったり、なんか運転席があったり、釣りカーがあったり、いろんなもんがあるから、その体積いっぱいに物は詰まらないだろうと。でも僕はですね、このもん計算しやすいように半分でいいやと。半分で、まあ45立方メートルぐらい、バスの体積が 90立方メートルなんだから、バスの中にゴルフボールが入る部分っていうのは半分で45立方メートルぐらいじゃないのと。45立方メートルと言っても、後でゴルフボールで計算するから、立方センチに換算しておいた方がいいと。じゃあ、立方メートルと立方センチは、いわゆる 100×100×100 100 100で考えるから、100万倍ですよね。つまり、4500万立方センチっていうのがですね、バスの中に入る容積だと考える。 これはまあ、算数ですよね。で、次に、ゴルフボールの一つの体積ですね。ゴルフボールって直径、わかんないけど4センチか5センチぐらいじゃないですか。これもフェルミ推論だから検討でいいんですよ。フェルミ推論の検討でやるとですね、そうすると体積っていうのは、3分の 4πr の3乗。 小学校で習ったやつですね。3分の 4πr の3乗なので、まあ直径五センチの、いわゆる半径2.5センチの4分の 3πr の3乗だからですね。電卓で計算しました。63立方センチ。これでいいよと。実際にこれでやったらですね、63立方センチという、これもフェルミ推論ですから、まあ40立方センチ以上で80以下じゃないだろうというふうに考えると。で、これをさっきのですね、4500万立方センチで、 をですね、40,63立方センチで割ると、71万個ぐらい入ることになります。71万4,285個。で、まあ、ここにですね、ちょっとばかしスパイスを効かせるとしたらですね、あの、空間充填率を考える。空間充填率というのは何かっていうと、まあ、休憩のものを入れるとですね、どうしても隙間が空いちゃいますよね。 なので、こういうふうにですね、ぎっちり入らない。何割かしか入らないと。この空間充填率っていうのはですね、これあの、一、えー、つぐらい覚えても損がないので覚えてるんですけど、空間充填率大体7割です。つまり、あの、なんだろう、真っ四角のものじゃなくて、球形のものを詰めるとですね、7割ぐらいしか詰まらない。つまり、71万4285個の7割ぐらいだから、ちょうど50万個ぐらいになります。 イコールスクールバス問題ですね。スクールバスの中にゴルフボールは何個入るのかっていうのは50万個っていうのが答えになります。これを口に出しながら考えると、このあたりが有名な Google の試験ですけども、実際にですね、その計算、もっと精密にしてもですね、60万個っていう数字もあるし、45万個ぐらいもあるので、まあ、ほぼ50万個というのはそんなずれてないんですね。で、 しかし、これがね、グーグルの入社試験なんですけどもですね。で、まとめるとグーグルっていうのは、なんでか、まあ、創造性が高い、協調性が高い人を求める傾向にある。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。